んじゃないかとか、自分なんて動的にしてもらえないとか、そう考えちゃうんだよね。しかも厄介なのが、そんなこと考えてる時点で叶ってちゃんだよって自分で思って、どん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 自分が嫌いになっていく。友達は多分多い方です。私が勝手に思ってるだけかもしれないけど、そこにいるべきだね。自分から話してくれるべきだね。でも、あの人は私のこと嫌いなんだろうなと思ったら、話したりしないせいにはそういうこと悪いです。嘘つきと人間としてできてない人、挨拶できないのにさ、無理よ。そんな決めないの理由で無理よ。そうさなきゃ聞こえない、無理よ。約束の時間守れない、無理よ。やるって言ってできてない、無理よ。すぐ待てるの、人間としてすぐのゲス野郎だね。いろいろ言ってながら昔からよくおばあちゃんとかが言う、それなんかでも飲んで変わるものなら変わるって言ったことです。別に現実逃避とかそんなんじゃなくて、はい。でもこういうこと言うと他力本願だよとか自分で変われよとか思われるんですよね。はい、まあそうですか。はい、そうですよね。なんでしょう。はい、なかなか難しいんですよ、自分で変わるの。頼れるものがあるなら頼りたいです。本音はでもそんなに甘くないんですよね、世界は。分かってます。基本的な一人だもんね。毎日毎日一人でいて、当たり前の日々の中にあった。
くしないでも時にある毎日をもがいてみたいから汗流して踊り続けるんだ。がむしゃらに歌えば悩みながら自分自身の足で未完成の作り続けた。みんな僕の世界で最初を走るのはいつだって僕だ。時間を待ってくれないから、この泣きも泣いた日もそれぞれ大事毎日ページかっこ悪くて最高だ。君と僕の新しいレールを作りたいよ。がむしゃらに叫べば言葉にしてうまく言えないけれど、一人きりじゃこの場所に来れなかった。抱いて僕が言う、だから伝えたいこの想いは、迷う僕が進むためのレールは当たり前の指の中にあったんだ。こんな僕の存在を見つけてくれた君に伝えたい。24日土曜日6時半にここ新宿マーズでセンターマンマンライブを開催します。はい、土曜日なので皆さん来やすいと思いますので、ぜひチケットも売ってるのでチェックしてください。そして最後の曲、こちら私が作詞したガムシャラレールは CD も売っております。チケットとセットだと安いよみたいな、そういうキャンペーンもやっておりますので、ぜひ皆さん、まずはこの後20分から物販を1時間やりますので、物販でイエーイふみみってやりに皆さん遊びに来てください。以上、星名ふみみでした。ありがとうございました。はい、ワンマンはここなので皆さんパンパンにしましょう。